代表取締役社長の寺田でございますまずはじめにこの度の新型コロナウイルスによる感染症に罹患された方とそのご家族ご関係者の皆様にお見舞い申し上げるとともに亡くなられた方々には心よりご冥福をお祈りいたしますまた医療従事者の方々感染拡大防止に日々ご尽力されている皆様に深く感謝を申し上げています それでは2020年9月期の決算説明をさせていただきます。では4ページ目の PL の方からご説明をさせていただきます。売上高139億3900万、前年同期比マイナス17%、うち自社企画商品102億4900万、自社企画商品の比率にしまして73.5%、 前年同期比マイナス15.9%売上総利益39億9700万売上総利益率が28.7%前年同期比マイナス17%販売管理費38億8600万前年同期比マイナス14.7%営業利益が1億1100万円前年同期比マイナス 経常利益1億4800万前年同期比マイナス48.3%当期純利益が6000万前年同期比マイナス65.1%となりました売上高につきましては特に下期にコロナの影響が大きく響きまして また取引先や商品別に採算の見直しを継続していることもありまして前期比マイナス17%と大変苦戦いたしましたが選択と集中あの商品であったり売り先であったりというところの選択と集中並びに販売管理費のコントロールを行ったことで黒字を確保できました。そういった意味では コロナという未知のいわゆる危機的な状況の中でもです、ね、なんとか対応できるほどにこの数年間の改革によって筋肉質になってきているというのが実感できたとともにです、ね、メーカーとしてさらに飛躍するためにですね大きな変化をこのコロナという大きな圧力というのか危機の力もありましたけれども これを促すことができた一年だったというふうにこの一年を評価しております続いて5ページ販売管理費のご説明をさせていただきます販売管理費につきましては厳しいマクロ環境に考えまして全体的に抑制を図りました前期費14.7%減の38億8600万円というふうになりました うち人件費につきましては人員減などの影響もございまして同11.5%減の17億7200万となりました販売促進費並びに広告宣伝費につきましては販売環境を考慮いたしまして積極的な圧縮を図った結果ですね6億6100万円同22.6%減となりました 売上げの減少に伴いまして物流費につきましては同15.6%減の6億5100万円というふうになっております次に6ページバランスシートとキャッシュフロー計算書でございますけれどもまずバランスシートにつきましては売上げ減に伴いまして売上げ債券が減少したほかですね棚卸資産についてはうまく圧縮ができまして 流動資産は前期比マイナスの5億8300万円となりましたまた有形固定資産の取得具体的には新物流センターですけれどもこの取得によりまして固定資産は同9億9000万円増加いたしましたまたそれに伴いまして有利子付債が同9億2500万円増加しております次にキャッシュフローでございますが 営業キャッシュフローについては5億2900万円と、前期比1億4300万円増加することができております。また、フリーキャッシュフローにつきましても3億2400万円ということで、前期と比較いたしまして、6億6100万円増加しておるような状況でございます。続きまして、次のページから、業態別の売上高についてのご説明をさせていただきます。 えー、残念ながら厳しいマクロ環境を受けましてです、ね、その他以外は全業態向けで減収という結果になっております。その他はです、ね、中国でのコンタクトレンズの EC 販売が順調に拡大しているということで、その他業態に海外を入れておりますけれども、そこだけ増収という状況になっております。 次のページに移ります次のページで、商品別の売上の動向について説明をいたします。まず、主力の化粧雑貨につきましては、スキンケア関連、キッズコスメ等が好調であったことに加えまして、新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして、携帯用のボトルであるとか、あとはまあ除菌ジェルであるとか、そういったものの需要が増加するなどですね。 一部に検討した商品群はありましたけれどもやはり取引先企業の店舗営業の自粛や消費の低迷が続,きました続いたことで,です、ね、87億5000万円対前期比12.1%減という数字になりましたコンタクトレンズに関しましては先ほども申し上げましたように中国での販売とクリアレンズの販売につきましては増収となりましたが 一方で、ワンデーのカラーコンタクトレンズの需要が低迷したこと、またコンタクトレンズのです、ね、弊社のブランド数及び得意先の選択と集中を継続していることなどによりまして売上高27億1300万対全期比18.1%減となりました。服飾雑貨におきましてはキャラクター商品を中心にですね 企画の絞り込みを行ったこと並びにやはり取引先企業の店舗営業自粛の影響もありまして15億8600万同28.1%減となりましたその他のカテゴリーにおいてはギフト商品の企画数を減らしたことに加えまして同じく取引先企業の店舗営業自粛の影響などによりまして文具交楽用品等の季節商材が特に不審だったことから 8億9千万同減という結果になっております次の9ページ以降で雑貨事業 OEM 事業コスメコンタクト事業の各事業の動向についてご説明をさせていただきますまず雑貨事業の動向でございますけれどもまず今までにはです、ね、統一されていなかった化粧雑貨我々のコアな商品群でございますけれども 化粧雑貨の主力商品のブランドをですね、ショウに統一いたしまして、大規模なリニューアルを行いました。また、先ほども申し上げましたけれども、携帯用のボトルや除菌ジェル、あるいはキッズコスメなどのようにですね、好調に推移したカテゴリーはございましたけれども、アイテムの絞り込みを継続したことに加えまして、やはりコロナの影響が大きく、 減収という形になっております次に OEM 事業の動向でございますが OEM 事業につきましてはです、ね、同じように新型コロナウイルス感染症の拡大を受けまして取引先企業で店舗やまた施設の営業を自粛する動きがございましたまた弊社の中でもです、ね、収益性を重視してアイテムの見直しを図っている影響もございまして 全期比では大幅な減収となってしまいましたただしですね会社の売上げに占める売上げの構成費については上昇しておりましてこの右下の棒グラフにありますけれども37.6%を OEM の売上げが占めるというところまで来ておりますのでこのビジネスのへの注力の効果というのは出ているのかなというふうに思っております今後についてはですね カテゴリー的には化粧品に特に注力してまいりまして既存取引先向けの拡充に加えて新規取引先の開拓にも積極的に取り組んでまいります次にコスメコンタクトビジネスの動向でございます前期までですね拠点の統合並びにブランドの統廃合,合というのはほぼ一巡いたしました 国内につきましては今現在 EC 向けにの販売にかじを切っております。度ありのクリアレンズにつきましては増収となりましたけれどもやはりコロナ禍で外出機会が減ったことで,です、ね、主力のワンデーのカラーコンタクトレンズの需要が減少いたしましてまた前期末にです、ね、消費税率の引き上げ前の駆け込み需要というものがありましたのでその反動源も響いた結果となっております。 一方で、右下のまた棒グラフございますけれども、今現在注力しております中国での EC の売上については、一部コロナ禍の影響はありましたけれども、30%以上の増収ということで、順調に推移しているというふうに評価をしております。<laughs> では、次の12ページ以降からですね。 2021年9月期の需要計画並びに今後の方向性についてお話をさせていただきますまず今後の方向性というところですけれども、まあ、コロナ禍を踏まえた当社の現状の認識このレジュメに書いてございますけれどもまず今回の新型コロナウイルスによる感染症の流行は従来の価値観を一変いたしました現状ではですねなかなか収束のめどはまだ立っておりませんで 人と人との接触が制限される状況が続いております巣ごもり消費の継続によりまして小売業界ではですね実店舗の販売から EC へのシフトがますます加速しておりますまた消費者はですね安心安全をより重視する傾向にあるとこのような認識をしておりますそういった中ですね我々といたしましても新しいコミュニケーションの在り方のあり方をですね模索いたしまして 生活様式働き方消費行動が大きく変化したことに対して弊社としてもですね迅速な変化をしていく必要があるというふうに考えております次ページからですね具体的な弊社の今後の方向性についてご説明させていただきたいと思いますまずですね今後の社会がどのようになっていくのかという弊社としての想定でございますまず1つ目 リアルからデジタルへとといいうことでございますデジタルテクノロジーの進展に加えまして今回の新型コロナウイルスの流行もありまして加速度的に従来の常識を覆すす構造変化が起きております2つ目として個人の社会自分らしさ独自性といった多様な個性が尊重されそれを個人が SNS などで全世界に直接発信する直接発信できる 個人が主役の社会になっていきます三つ目、美と健康ますます物質的に豊かな時代長寿命社会になってきておりますさらにですね、コロナ禍によりまして生活様式、価値観、消費行動の変化が加速しておりまして今後、自分自身への投資特に美と健康への投資は膨らんでいくというふうに考えられます 私たちは以上を3つのように今後の社会は変わっていくというふうに考えております次にですね15ページ現状のですね我々将棋道の強みというものを一度整理させていただきたいというふうに思いますまず1つ目専門家70年以上ですね美に寄り添い続けてきた美のプロフェッショナルとしての確かな実績経験知見の蓄積がございます 2つ目、1期通貫マーケティング、企画、デザイン開発、販売、物流のすべてをですね、迅速に我が社だけで1期通貫で対応できるこれが2つ目の強み3つ目、対応力営業、企画、物流とそれぞれの現場力が非常に強いというふうに自負をしております自社、自社商品 OEM 別注仕入れ商品などなどいかなる対応も可能で幅広い商品カテゴリーの開発並びに幅広いブランドライセンスの使用などですね要望に合った提案が全べて実現できるこれが3つ目の強みでございますこれらのですね強みを活かしながら残すところは残して変えるところは変えて商標道としてですねますます進化をしていきたいというふうに考えております。 まず、具体的にはですねまず戦うべき領域を明確にしますそしてその分野を徹底的に深掘りすることまたですねその分野において圧倒的な情報力を持ちそれを企画製造販売のすべてに活用できるようにしてまいります具体的に申し上げますと次の16ページにございますけれども。 私たち将棋道の使命はですね心と体の美と健康をサポートすることでございますそういった意味では取扱い商品カテゴリーで申し上げますとパーソナルケアをビジネスドメインに据えますこのパーソナルケアという分野を徹底的に深掘りいたしますパーソナルケアにはですねあの下の下、えー 表ににありりままますすようにです、ねえー、様々なカテゴリーが含まれております、えーまあ、メイクアップは我々のコアでございますけどメイクアップありますスキンケアヘルスケアエージェングケア等々様々なものがございます、えー、その中でもまずですね、えー、次の17ページ、えー、注力カテゴリーとして、えー、ハンドケアメイクアップキッズ、えー、この3つのカテゴリーで シェアナンバーワンメーカーを目指していきたいというふうに思っておりますではなぜまずこの3つのカテゴリーを選択したかと申しますとですね次の18ページをご覧くださいまず市場規模が大きくですね非常に競合が強い大手企業が存在する市場を避けて いわゆるニッチ市場のトップを目指していきたいというそういう方針でございます例えばですねスキンケアフレグランスなどを含む化粧品市場の市場規模はですね2019年に約2.8兆円と巨大でございます一方そこに含まれております当社が強みを持つメイクアップの市場はそのうちの400億円弱と非常に規模が先ほどの化粧品全体の市場から比べると小さいと そういった意味ではプレイヤーの数が限定されてです、ね、しかも大手企業がまあ存在しないあの非常に数が少ないということでございますそういう意味でまずはです、ね、3つのカテゴリーからスタートいたしまして徐々に1020とそのカテゴリーを広げてです、ね、日地市場のシェアナンバーワンメーカーの集合体としての勝利度というものを目指していきたいというふうに思っております 次の19ページにございますけれども具体的なわれわれの動きといたしましては選択いたしましたそれぞれのカテゴリーにおきまして圧倒的な情報力と商品力を持つ専門家として自社商品のですね企画デザイン製造販売また OEM 別注の自宅さらにメーカーからの仕入れも含めたですね 売れる商品のトータル提案まで行えるようにいたしましてこのカテゴリーではどこにも負けないとこのカテゴリーはショ堂に聞けとそういった状況にしていくということでございますまたですね、次の20ページにございますけれども先ほども今後の社会というところでちょっと申し上げましたけれども今後想定される社会に向けてですね 従来はほぼ B2B のビジネスでございましたけれどもこれからはですね世界で消費者100万人とつながるという具体的な動きをしていきます現状はですね2019年の9月期から自社メディアを活用いたしまして消費者と直接つながるための取り組みを強化してきたこともございましてその結果ですね2020年9月期の過去1年間で EC の会員様と SNS のフォロワーの数の合計で10万人以上増加することができました今現在日本中国合わせてですね46万人の消費者のお客様とつながっております今後さらにですね商品情報の発信など SNS などを活用したです、ね、消費者とのダイレクトコミュニケーションを重視いたしましてののファンの獲得に つなげていきまして、中期的にはです、ね、自社メディアを育成して、EC のビジネスの拡大を図っていくと、そういった方針でございます。今後の方向性については以上でございます。次に21ページ以降、2021年9月期の業績予想でございます。まず、売上高144億。 前年同期比3.3%うち自社企画商品110億自社企画商品の比率といたしまして76.4%前年同期比7.3%増売上総利益43億1000万売上総利益の率として29.9%前年同期比プラス7.8% 営業利益が2億、前年同期比プラス79.7%、経常利益2億、前年同期比プラス34.7%、当期純利益が7000万、前年同期比プラス15%としております。現時点では、ですね新型コロナウイルス感染症の収束のめどが立っておりませんので、弊社といたしましては、この2021年9月期も、 年間通じてコロナの影響があるとそういう想定の元での業績予想でございます。ビジネスといたしましては引き続きですね新のメーカー化を目指して定番的商品ラインナップの構築を目指しましてその一環でですね自社企画商品の売上構成比につきましては過去最高のですね76.4%を想定しております。 収益性を重視いたしました商品の絞り込み、また新商品の開発を行うことで、ですね粗利益率の改善を進めて、2021年9月期につきましては、引き続きコロナもあり、厳しい状況は続きますけれども、増収増益への転換を図ってまいります。また、すでにリリースのしておりますけれども、23ページにですね、 10月に子会社化いたしましたビューティードワ社につきまして簡単にご説明をさせていただきます <laughs> まずビューティードワ社の株式取得の理由といたしましてはこちらにございますように真のメーカー化を進める上えで現在注力中でございます化粧品分野の強化が重要と認識しておりますまた多品種小ロット生産ができ顧客からの多様なニーズに対応できる体制が必要で ありま,したまた商品規格から製造販売までを自社でコントロールできる体制を構築することが必須であるとそういった考えのもと株式取得をいたしましたこれによりまして期待される効果といたしましてはビューティードワーシャーの持つ化粧品並びに医薬部外品の製造設備製造のノウハウの入手によりましてですね 同分野の事業拡大を加速できるというふうに考えておりますまた弊社の企画力とビューティードア社の製造ノウハウを組み合わせることで従来以上に商品力を高めることができると考えますまたグループ内にですね、化粧品医薬部外品の製造拠点を持つことで OEM 事業の強化がさらに促進されるというふうに考えております このような目的でビューティー動シ社につきましては M&A をさせていただいた試合でございます。それでは最後になりますけれども先ほどご説明させていただきました今後の方向性に沿ってですね社会の変化に適応しながら世界中の多様な個人のですね心と体の美と健康をサポートするという使命また世の中の人々の笑顔を咲かせようという 理念を体現できるよう、引き続き努力してまいりますので、どうかご指導、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。本日はどううもありがとうございました